国がね、そもそもマリファナを売ってます。日本の国旗がついてる。お、okay? It's very, very, very good. You can cut with your finger. It's very good meat, okay? アングスって何？アングス、and it is for two person. Okay. And you need to walk in all the night because it's very, very. Okay. This is our meat. It's very, very good. Wow. This is the best of the best. Yeah. This is Angus meat, beef and chorizo. You can eat. ああ、主食？ This is shabali.はい、ということでここにします。まあ、時間帯今3時ちょっと過ぎなのでね、お客さんはいないけど清潔感もあっていい感じです。ということでウルグアイに来たのでミートでーす。ウルグアイはね、ビーフがめちゃめちゃうまいらしくて、わー、やばボリュームがやばい。これ2人前おかしいよね。これ5人前、日本でいうともう5、6人前だよね、普通に。これでもう1人前でしょ。全部食えるか分かりませんが、いや、食えない。今日も大食いです。ウルグアイに来てから毎日大食いしてます。うまっ。ウルグアイの肉めっちゃうまいっていう噂だからね。うまっ。日本人が好きな、なんか脂っこい味がする。うまっ。このボリュームで3000円いかないぐらいかな。すごいよね。しかもクオリティめっちゃ高くて焼き加減も抜群だし、で3000円いかないっす。ウルグアイ肉好きの人来ましょう。めっちゃおすすめ。いただきます。うん、もう何も入らない。持ち帰って、もうこのお肉は見たくない。二度と見たくない。二度と会いたくない。ホステルで全部食べます。明日かな。 Thank you very much. ということで、お腹いっぱいなのでホステル帰りますか。はい、今ホステルに帰ってきました。食べ過ぎた。食べ過ぎました。食べ過ぎました。周り暗いんですけど、まだね、4時ぐらい。違うよ、5時半5時半。全く時間のセンスがない人は今日ずっと寝た。あ、ほか。こういうビデオになるの。そう。で、ちなみに今ね、ウルグアイの首都モンテビデオっていうところにいるんですけど、皆さんウルグアイって言ったら何を思い出します？何も。やばい、まあ、全然、ね、なんか全く意見なかった。来る前に。日本人の間でもウルグアイって全然別に知られてるわけじゃなくて、で、実はウルグアイって昨日教えてもらったんだけど、歴史がね、目まぐるしく、このいろんな国からね、植民地支配されるっていう歴史があって、どこで始まったんだっけ。スペインに見つけられて、スペインから始まり、ポルトガル、アルゼンチン、ブラジル、イギリス、これだけ多くの国が入ってきて、ウルグアイとしてはさまざまな文化が融合して現代の文化が成り立ってるっていうね、本当に目まぐるしい歴史を経た国なんですよ。ちなみになんでかというと、周りの国にウルグアイをあげないように自分で持つ考え方で、スペインが取ったり、ポルトガルが取ったり、ポルトガルが取ったり、イギリスが、あ、ポルトガルとスペインはダメだから自分で持つしかないみたいな。本当に南米の中でもすごいちっちゃい国で別に豊かな国でもないんですよね。なんもないし、そう、資源がないし、別に GDP で見てもめちゃめちゃ貧しい国ではないんだけど、まあ、地理的な要因でね、まあ、どこの国に属するかっていうところでいろんな国が奪い合った国、結果として文化が入り混じった国で、もう一個ウルグアイといったら、ちょっとサッカー好きな人は分かるかもしれないですけど、南米の三強って言われてるのがブラジル、アルゼンチン、ウルグアイなんですよね。で、これね、実は1924年と28年のオリンピックウルグアイ優勝してるんですよ。まさかのまさか FIFA ワールドカップってめちゃめちゃ今有名なね、4年に1回開かれるサッカーのワールドカップあるじゃないですか。あれが始まったのがウルグアイらしいんですよ。そうで、ウルグアイが勝ったらしい最初。そう、これはね、初めて知った。意外と知らないと思います、みんな。そう、昨日ね、実は僕らフリーツアーに参加していろいろ勉強したんですよ、このウルグアイのこと。で、ウルグアイに来て分かったウルグアイの面白いところ、これをね、ちょっと2、3個紹介していこうかなと思います。
おおだよね。みんなね、ウルグアイのこと知らないからね。いや、なんか意外と本当に面白い国になる。まず1個目はウルグアイね。マリファナが合法です。すごいよね世界的に見ても稀なんじゃないかな。国丸ごとマリファナが合法っていう国は、まあ、条件としてはウルグアイ人であること、国の登録リストに登録してること、この2つを満たせば国がね、そもそもマリファナを売ってます。17個の薬局でしか売ってないから、国からマリファナが買えちゃうっていう、うん、あと自分で作れるらしい。あ、育てても OK、 自分の家で、で、外で吸えるので。そう、昨日街中歩いてたけど至る所でマリファナの匂いはしてます。すごいよね、日本ってさ、外でタバコも吸えないじゃん。道路でタバコ吸ってると罰金とかあるじゃん。ただウルグアイは道路でタバコごときじゃなくてマリファナが吸えます。そういう国、ウルグアイです。もしね、海外でマリファナを、まあ、吸ってみたいという方がいればね、実際に国のね、日本の国の法律もちゃんと調べてから、遊ぶようにしてください。そうだね、ちょっと僕らわかんない。僕らタバコも吸わないし、マリファナも吸わないので、ウルグアイに来たからって言ってホーってなってないのでそういうこと。それがまず1個目。はい、次。次はウルグアイっていうよりは、まあ、南米全般について言えるんだけど、南米の国々って子供を下ろすことが許されないんですよね。なんで？で、これはね、宗教的な理由っていうふうに昨日は言ってたんだけど、キリスト教が広まりましたよね。おい、バカにしてんのかで、キリスト教だとね、子供を作るのはもちろん結婚してからだし、子供を作ることに対してすごい、まあ、神聖な行いだから、流産っていう考え方がそもそもないんですよ。そう、あの、子供が殺されるみたいな考え方になっちゃう。子供を下ろしたくても下ろせない国がほとんど。ただウルグアイに関しては OK なんですよ。何、ブリジンはサッカーだからって言ってたね。キリスト教が別に強くない、そう、強くない、国として強くないから、ウルグアイ人であること、もしくは外国人であってもウルグアイに法的に1年以上住んだ人に関しては流産が OK で、もう無料です。で、私は思ったのが、だからウルグアイに 3ミリオンピープしかいないから、そうかもしれない。ウルグアイ人口ね、300万人ぐらいっていう、もうものすごくね、もともと国土もちっちゃいからね、人口も少ないんだけどってな感じで、まあ、ウルグアイに来て分かったこと、ウルグアイに来る前に僕知らなかったこと、まあ、日本人の方はウルグアイのことほとんど知らないと思うので、まあ、この動画でね、ちょっとでもね、ウルグアイのことに興味を持って、あ、牛の話しなくていいの？ちなみに人口さっき300万人って言ったんですけど、牛の数1300万頭やばない人間の4倍近く牛がいますっていうぐらい、ウルグアイは牧畜と農業の国だから、ここに来たらお肉レストランが多いし、ボリュームめっちゃ多いし、カウボーイですやばい、みんな肉です。でも本当にいいお肉、そう、肉のクオリティめっちゃ高くて安くてうまいね。うん、いいお肉で、最後に国のモットー。国のモットー何ですか、ウルグアイ？Freedom or death。 自由を取るか死ぬか。まあね、もともと植民地支配された国で、革命でね、国が独立した国なので、そういったモットーが国民のね、中に根強く残ってるっていうふうに昨日言ってました。もう自由か死か、自由を取れないんだったら俺らは死ぬぜっていうような勢い。私たちと一緒だね、自由じゃないと生きられない。確かに今相当自由な生活してますね日本の若者からしたら相当外れ者だと思います。ただね、一度きりの人生、Freedom or death、この目標でね、生きるっていうのは大事だと思います。そう、それでいきましょう。そう、今日のメッセージそれかな。それ。Freedom or death だね。ウルグアイの人本当にね、陽気でハッピーで幸せそうにしてるよね。本当に街中の人みんな。まあこれがあるから。そうかもしれない。みんな言ってるかもしれない。ってな感じでね、ウルグアイ。ちょっとでもね、興味持ってくれたら嬉しいです、この動画で。というわけで、また次の動画で。明日はまた、アルゼンチンに戻りますから、アルゼンチンから次のビデオを見てください。ということで、バイバーイ。バイバーイ。中、はい、今ね、イグアスの滝、公園内を歩いてるんですけど、多分あそこに滝があるんだけど、
水しぶきが下から吹き上げてる。